トニー・ダグラスは、アメリカ合衆国、フロリダ州タンパ出身、ジョージア州、ジョーンズボロ育ちのプロバスケットボール選手。ポジションは、ポイントガード。ジョージア州のジョーンズボロ高校時代は、アメリカンフットボールとバスケットボールの両方のスポーツで活躍した二刀流選手だった。オーバーアン大学に進学後に、バスケットボールに専念。2005年に、フロリダ州立大学に転校し、NCAA の規定により、翌2006年より公式戦出場が認められ、同大学の主力として活躍。2009年の NBA ドラフトでは、ロサンゼルス・レイカーズから29位で指名されるも、交渉権はすぐさま、ニューヨーク・ニックスに移動。2010から11シーズンに頭角を現し、81試合に出場。プレーオフのボストン・セルティックス戦も4試合中3試合に、先発出場するなど期待されていたが、その後ニックスはシーズンオフにバロン・デイビス、マイク・ビビーと契約。さらに2011から12シーズンにはジェレミー・リンのよるリンサニティ減少でダグラスの居場所はなくなり、2012年夏にマーカス・ギャンビーとのトレードでヒューストン・ロケッツに移籍。しかし、新天地でも同じくロケッツに移籍してきたジェレミー・リンの後陣を廃止。2013年2月のトレード期限日にサクラメントキングスに放出された。2013から14シーズンはゴールデンステートウォリアーズとマイアミヒートでプレー。2014から15シーズンは中国でプレーし、シーズン終了後の2015年2月に10日間契約にニューオーリンズペリカンズに加入。そのままシーズン終了までの契約を勝ち取り、ペリカンズの2011年以来のプレーオフ進出を後押し。シーズン終了後に解雇され、2015から16シーズン開幕前はインディアナペイサーズのトレーニングキャンプに参加していたものの解雇され、開幕後にタイリーク・エヴァンス、ドリュー・ホリデー、ノリス・コール、クインシー・ポンデクスターなど負傷者が続出したペリカンズに呼び戻された。2016から17シーズンは開幕前にクリーブランドキャバリアーズのキャンプに参加するも解雇。2016年12月5日、メンフィスグリズリーズはマイク・コンリーが脊髄を骨折する重傷を負った関係でハードシップ例外条項を行使し、ダグラスと契約。15日に解雇。翌年1月29日に10日間契約で再契約した。ありがとうございます。